いはいはい、どうも中尾明です。今日の第4回今日のミカのコーナーの動画になります。今日ご紹介するのはですね、リサイクルショップで買いました、はい、こちらじゃん。この袋でピンとくる方はもうマニアでしょうね、はい、こんな袋だったんだなって私も今日再確認しました。レジのお姉さんがですね、袋に、入れてくれたんですけど、上からホチキスで止めるという謎の行動をされて していただいたんですが、何なんでしょうか。いつもテープなんですけどね。はい、じゃあ開けて交換したいと思います。はい、まず2台買いました。まず1台目がこちら、はい、何やらペイントがいっぱい施されてるパジェロですね。はい、このパジェロ、はい、そうですね、税込み108円ですね。はい、じゃあ開けてみたいと思います。子供でいたい、ずっとトイザラス好き、大好きなおもちゃに囲まれて、どうでしょうか。かわいい、大きい。それでわー、でかいパジェロ確か持ってますけどね。結構でもこんなやっぱり108円でいつもね、わすごいいっぱい、あれですね、シールですね。塗装かと思ったらこのほとんどスポンサーマーク、スポンサーロゴというかスポンサーのあれはこれシールでしたね。はい、でも108円なら私全然満足です。多分廃盤でしょうし、これはそうですね、塗装剥げもそんなひどくなくて、シルバーだから目立たないってのもあるんでしょうけどね、このままタイヤが結構ゴツゴツしてでかいですよね、かわいい、いいこう岩場とかクライミングするね、クライミング、なんでクローラー、クローリング、クローラーかって感じですね。まあ、ラリーカーでしょうかね。203番ピアとか日赤、三菱とかスポンサーロゴがラリーアート、ミシェンにもまりますね。こういう方なんで、これね、まさか前のユーザーの方が買ったわけじゃないですよね。多分トミカオリジナルだと思うんですけど、トミカですよね。そうですね、トミカ1999年って書いてありますね。はいはい、はい、で、あと1台買ったのが、はいはい、じゃーん、フェアリティ Z だと思うんですけどね、パトカーのフェアリティ Z バージョン、こちらも、108円ですね。はい、結構塗装が、これ私リペイントしようと思って買いました。結構最近買ったばっかりでリペイントはしてないんですけど、なんかいっぱいリペイントするものがありすぎて逆に手がつけられない感じです、はい、じゃーん、バババーン、わーすごい塗装剥がれてる。この Z の形式なんていうんですかね、これ Z か、 Z ですよね。まあ年式は1990年って書いてありますね。タイヤが細い、見てこれタイヤがめっちゃ細いです。すごいアンバランスですね。これはタイヤ変えないとかっこ悪いな。でも干渉するからね、こういうのってね。まあ眺めるのにはいいでしょうかね。ちょっとフロントから見るとタイヤが細くてかっこ悪いですけど、まあボディの形状は平成の車ですよね。昭和までは行ってないと思うんですけど、あまりちょっと国産車私詳しくないので。で、まあドアの開閉ギミックがあって、で、サスペンションがありますね。サスペンションもなんかクタクタですね、これ。なんでだろう。なんかトミカのサスペンションの構造を見ると、こう板バネでこう確かなってるんですよね。板バネでこう両方こうあって、板バネがあって、そこの下にタイヤの軸があって、こうその板バネの力で押し上げられてると思うので、下手なことないと思うんですけどね。結構、あ、でも床につけてみると結構下手ってないかもしれないです。はいはいはい、かっこいい。これライトが開くんでしょうね。まあこれそういうギミックついてないでしょうけど、はいはい、あーでもこれ20年、1990年だから2019年に30年前、本当そんなに昔の Z なんですかね。これ、まあ、とにかくかっこいいですね。これでですね、まあ、これはちょっとこのパトランプ取って、まあ普通に、なんていうんですか、ノーマルカーとしてリペイントしたいなと思うんですけど、これ泣いてるんですよね。いっか、パトカーにリペイントしてみようか。謎のパトカーみたいにしましょうか。まあなんですかね、レース場のペースカーっていうんですかね、あれもこんなランプついてなかったでしたから、まあそういうふうに作ってみようかなと。そういうの私あんまり働く車好きじゃなくて、これも働く、まあペースカーも働く車にはなってしまうんでしょうけど、ちょっとこう派手めな色でペイント したいなと思ってます。内装がレッドでいいんじゃないでしょうかね、うん、でもパトカーで内装がレッドって笑っちゃいますよねというわけで今日この2台、あ、いやこのパジェロは私あと1台ちょっと最近リサイクルショップで買ったので、ついでにこれも紹介しましょう。あら、一緒かもしれない方が、これは他のリサイクルショップ、こちらがハードオフで今日紹介してなかったんです。こちらはおもちゃだけの、リサイクルショップが私の家の近くにございまして、そこで買いました。はい、ちょっと開けてみましょう。同じパジェロですか、もしかしたら同じ形のような気がします。うん、なんか同じっぽい。じゃんじゃーんはい、同じですね。いいですね、同じでした。もしかすいやでもこんなこういうブルーとかイエローのペイントは多分最初からしてあったと思うので、ユーザーの方がやったではないと思うんですけども、なんかボディカラーとかもすごい一緒で、カシメも取れてないのでリペイントされたものでもないと思うのでね。で、マリって同じですね。うん、かわいいパンハジェロ
まあ、サスペンションというのがちょっとついてますね。はい、というわけで今日はパジェロ2台と、パジェロ2台とこちらのパトカーの、まあ、何年しか分からないですけど だいぶ古いフェアリディ Z をご紹介させていただきました。このようにですね、日々、ミニカー、まあ、新発売にこだわらず私の所有しているミニカーをレビューしていきたいと思いますので、また次回もご視聴いただけるとありがたいかと思います。それでは皆さん、さよなら、バイバイキン。